上質なカートはほとんど使い尽くしちゃったから入荷待ちなんだよね。明後日まで待ってくれるんなら優先して回してあげるからさ。ああ、別にすぐ欲しいとかそういうわけでもないから大丈夫だよ。ただの降参帯のあったら買ってきて欲しいって言ってたからね。なんだ向こうのお使いだったのか。向こうの頼みというのなら最高に良質なものを仕入れておかないとな。じゃないと前に料金に割り増しで取った時のように殺されそうだからね。いや何やってんねん。バレないかな思ってちょっとした出来心で。バッチリ金額精査済みだったとは予想外だったよ。うんうん。まあ真面目に商売やってるから安心してくれよな。真面目に商売している人は商売道具で自分の期待を作らないよ。言わなきゃバレへんバレへん。自己申告。オツです。ココネちゃんって結構バレやすい性格だよね。そうかな。すると気持ちがいいね。わかるわかる。さあ予選も大詰めだ。遠慮なんてせずに叩き潰せ。おうよ、というか武器が変わってるんですけど。戦闘スタイルの使い分けも重要だからな。今回はランス系のハイパービームジャベリンにしておいたぞ。ランスは突貫力が売りだからどんどん突撃してしまえ。これまで通りに右腕のロケットアンカーで引き寄せて沈めても構わんぞ。そういう言い方されるとセッターオスの後ろめたくなるんでやめてください。大丈夫大丈夫、どうせ相手は NPC だし。ちょっと赤い液体が散らばるけど問題ない。もろに血液じゃねえか。いやいやオイルだよオイル。結構鉄臭いけどちゃんとしたオイルだからさ。オイルという名の血液ですね。わかりました。それよりも今回は一つ目が多いですね。うん、ああ、ジオンの機体な。物合いがよく動くシーンとか見ると結構いいなって思うね。前方のガンダムの二つ目やジムのバイザー型と区別するためという説もあるけど、詳しいところは調べてないからよくわからん。ユニコーンで元々は二つ目だったし、南樹が本編で一つ目になってたくらいだし、ジオン側のこだわりなんだろうかな。それに比べて連邦としたら、その話長くなります。その気になれば4時間は語れる。じゃあ結構です。なんでや語らせてくれよ。戦闘に集中させてください。ランスで突貫するだけの絵面なのに何もネタがないとか悲しいだろ。それでもモビルスーツの顔面について語られ続けるのも困るんですよね。ガンダムやんけ。そうだな、ガンダムだな。ジオン系の編成なのでここに連邦来るのかよっていうツッコミはなしの方向でよろしくな。正直もう場違いネタとか言いやったんでね。うん、今ここにはいないはずの人の声が聞こえたような。おう、そんなこと言ってると手が滑ってやられてしまうぞ。何それ超怖いんですけど。そういやこのガンダムもランス持ってますね。時々ハンマーも持ってるけど大して変わんないだろ。初代の武器って見た目シンプルでいいっすね。まあその分ギミックとかないけどな。逆にあっても困るけどな。あまり小細工とかなしに正面からぶっ潰すのが好きなんですよね。それはそれで色々とおっかないと思うけどな。オット別タイプのガンダムか。しかもハンマー持ってる。まあ見てくれだけでさっきのやつと大差ないからこのままゴリ押ししてやれ。エリート機体もそこまで強くないっすね。まあこっちの機体が強すぎるという点もあるだろうけどな。まあまあってところだろ。所詮は NPC なわけだし。なんか結構ひどいこと言いますよね。
突貫ばっかりじゃ見栄え悪いしきっちり射撃もしないとな。世の中には武器に頼らず拳一つで戦う者もいるくらいだから無理しなくてもいいからな。まあどっかの暴力装置みたいにならないようにしてくれればな。農業界の剣王様ですね。わかります。かつてこの町の勢力図はあの姉妹一色だったからな。今も結構面倒だけれども昔とどっちが平和だったかと聞かれればな。悪口を言っただけで空からネギや人参が降ってくる日常なんてもう嫌だしな。アスファルトやコンクリでできているはずの道路に野菜が刺さっている光景が見えた。間違ってはいないというか実際そういう感じだったし、そんでもって野菜を粗末にするなと拳が飛んでくるもんだからみんな必死だったわな。ちょっとジムか、空気を読んだなこいつら。だが相手が悪かったな。次戦う時が楽しみだよ。ロケットアンカーとランスの突貫攻撃の組み合わせがほんとえげつない。これだけで入賞できるんじゃね。そんなんだったらこんな大会なんてただの遊戯だろ。こいつなかなかしぶといな。シールドをうまく利用してアンカーを防いでいるな。というか他の奴らもこれくらいしぶとければよかったんだけどな。でもまあ結局パターン入っちゃうんですけどね。さてと、そろそろ寝たい仕事をしようかな。と、言いますと？パート0から前回までのコメントの一部をピックアップのコーナーだ。ついにそれが来るのか。というわけで一つ目だ。ジオングの扱いはロス。いや確かに悪かったけどあの時俺本当にガンダムシリーズほとんど知らなかったんだよ。一応ラスボスの期待だからな。まあ実は以前にも同じような扱いがあったんだけどな。機体作りについてのアドバイス、提案などなど。まあそっちに関しても結構困ってるから大助かりなんだよな。まあ最終的には制作陣の気分次第だけどな。こういう機体作ってほしいですし、おっし。現在全力制作中です。今のところ確認できている陸についてはほどほどに案が固まってきてるので多分大丈夫だろう。ウポツです。ウポツありがとうございますね本当に。本当にな、ありがとうな。米消滅どんまい。最近全コメントが復活しました。まあいつまたなるかわかったもんじゃないからな。米変身はこういう感じになるだろうな。なぜに主人公機？これについては別に直接質問が来たわけじゃないけどな。まあペールライダーかっこいいとかそういう米が来てたからな。これもともとは何になる予定だったんです？聞いた話じゃストライクガンダムだったらしいんだけどな。省くがいろいろあってペールライダーになった。そこは省いたらいけないのではないのかと思うんですけどね。心ちゃんココネちゃんに何したし。ああ、うん、あの人はね、呼吸をする感覚でいろいろな光年に敵作っちゃうからね。心も一時期こっちに住んでたんだけどな、仕事の都合で今の場所に移動したんだ。その過程で何かしたんだろうな、きっと。という感じでのコメント返信のコーナーでした。次からはもうちょい細かく説明とか入れていけたらいいなと思っている。で、エリート機をボコボコにしてたけどいいんですかね。いいんじゃね。別に対して紹介する気なかったし、お前さっきからランス突貫ばっかりだから飽きるんだよ。この機体を作ったのは誰だ。出てこい。あんただよ。自分で作った機体をそこまでディスるってどういうことだよ。ディスってるわけじゃないんだが、どうしてこうなったのやら。
二色のケンスパーか、面白い。やっぱ色って重要ですね、こういう時。そうだな。まあそれと戦闘能力がどういう関係があるのか問われたらないって答えるけどな。というわけでさっさと撃破しろ。見た目を重視してやってきた今までを完全否定しやがったよこの人。世の中力があれば大抵どうにかなるからな。そういうことだ。ほらな。もうこれいじめの領域だろ。このエリアで最後のようだな。正直ここまで来ると本当に喋ることないですね。前に比べたら十分頑張ったと思うけどな。今度は赤と青か。まあどうせ戦闘力は。それ以上はやめろ。というわけで決勝進出だぞこら。お頑張ってこいやこら。驚いた。マジで予選通るとはね。どう？自分が捨てたチームの活躍を見た気分は。俺はプロのガンプラファイターを目指してるんだ。より良い環境を選ぶのは当然だろ。商店街のドノーマルなアセンブルシステムで上が目指せるかよ。またそれ？お金とか技術力がなくったって腕とかスピリッツ的な何かで頑張ればいいじゃん。だったらその金と技術力が可能にするものを見せてやるよ。おい新入り、さっさと戻ってガンプラのセッティングしろって。門松さんよ、あれ使うわ。やだよ。断るのかよ。もう単価切っちゃったから使わせてくれよ。俺はな、腕とかスピリッツ的な何かで頑張る感じが好きなんだよ。ああいうの好みじゃないの。タウンカップで使うもんじゃない。勝つのが目的なんだからいいだろう。あれじゃなきゃ本戦出ないからな。はあ、わかったわかったよ。じゃあセッティングするぞ。いいか、金と技術力が可能にするものを見せてやるよ。さっき聞いた。まもなく本戦を開始します。予選通過チームは準備してください。